で、こんな感じ。ね、すごい火通ってるでしょ。これで完成でございます。よっ、僕ミッキー、夢と魔法の国へ。夢と魔法の国にいつもいるユッキーです。今回ですね、いろいろ限界なのでレンジレシピ、電子レンジで作る超柔らか鶏むねもやし、安くて美味しいご飯を食べたい、そういう皆さんの要望にお応えして、今日は電子レンジでめちゃくちゃ簡単にできる鶏むねもやしやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介。まずね、鶏胸肉、これ半分です。170g。もやしが一袋 200g です。あとは概要欄に書いてありますよ。よろしくお願いします。めちゃくちゃ美味しいね。この、すごく簡単に作るっていうのがポイントだな。今回も私が最初に作るのは、めちゃくちゃ簡単で、ものすごい美味しいもの。はい！アルチューマシーン。アルチューマシーンって言っても、アルコール中毒ではなくて、アルコールに夢中という意味ですから。はい、じゃあ、乾杯。ああ、注ぐだけでこんな美味しいなんて、そんなにいいの。いいんです。はい、じゃあやっていきたいと思います。鶏むね肉を切っていくのは、こうやって一回真ん中で切っちゃうんですよね。真ん中で切っちゃうね。真ん中で切った鶏むね肉はこうやってそぎ切りにするんですよね。はい、こうやってそぎ切りにすると、この肉の断面がね、増えますし、食べ応えがね、上がるんでね。薄切りにしていきますよ。難しかったらね、ストンストンって、あの垂直にやってもいいんだけど、まあできればこういう風に切っていただいた方が柔らかく、仕上がりますし、断面も広くなりますから味も染みやすくなります。はい、でこんな感じね。でここもまあ半分ぐらい切りましょうか。こんな感じで、全部切れました。はい、なんとですね、今回のは超簡単レシピですが、切るのはもうこれだけでございます。ここに取り出します。リュウジの万能スキレットっていうらしいんですけどね、めちゃくちゃわがまま言って作ったやつですね。はい、めちゃくちゃ売れてるらしいんですけど、ちょい高いんで、まあでも多分ね、買ったら多分これ以外使えなくなると思うんですけど、あまり便利すぎて。でここで、はい、ここに下ごしらえしていきます。まずね、フォーミシャンタンね、ペーパーでもいいんですけども、小さじ1杯ね。でここに、お醤油小さじ1杯、まあ、これが味付けの基本ベースですね。お醤油と鶏ガラスープっていうね、はい、小さじ1杯。ここに、お酒ね、大さじ1杯ですね。お酒は臭み消しですね。でここにお砂糖です。半分甘み、甘み。で、そして、で、ここに、ごま油、小さじ1杯ね。で、片栗粉、小さじ1と半分です。ね、この片栗粉、めちゃ重要です。必ず入れてくださいね、これね。なんで入れるかっていうと、これを入れて、揉み込んでおくことによって、非常にですね、鶏むね肉が柔らかく仕上がるんですね。このお肉の周りに、片栗粉の膜を作るんですね。だから加熱した時に水分が抜けにくくなるんですよ。なんでこれでやった鶏肉はマジで柔らかいです。でこれよく揉み込んでください。で揉み込んだら今度もやしです。気をつけていただきたいのは、この肉を上にやりたいんですね。じゃ蓋に避けましょう。蓋に。でここにもやし入れます。ガサッと。でここに入れていくね。でこんな感じで、もうガサツな感じになってるんです。そしたらもうここにさっき の蓋かける。このままですよ。5分半じゃあ、でも酒でも飲んでください。俺も酒飲みますから。じゃあ5分半ぐらい。はい、ということでできたと思います。どうなっているのか。でこんな感じね、すごい火通ってるでしょ。でこれをマジでね、ぐる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 混ぜていくんですよ。これぐるぐる混ぜていくとどうなっていくかっていうと、これね、鶏むね肉にね、片栗粉がすっごくいい感じでとろみになってるんですよ。混ぜていくと、このとろみとこの鶏むね肉がすっごいね、このもやしのソースになって絡むんですよ。全部混ぜました。混ぜたらもう皿に持ってっていい。もやしと鶏むね肉がこんなに簡単に食えるレシピってそうないんだよね。でここで、小ネギね、これも彩りですね。まあこれ好み
味ですけども、ラー油ちょっと振って、ね、辛いの苦手な方はごま油でもいいんですよ。はい、これで完成でございます。レンジ超柔らか鶏胸もやし、完成でございます。はい、それではいただきます。おー、絡んどるね、タレが。はい、じゃあいただきます。うまっ。なんでこんなうまいの。鶏むね肉めちゃくちゃ柔らかいんだけど、なんでこんなプリプリなの。これタレもちゃんと鶏むね肉ともやし絡んでるし、もやしはもやしでしっかり火が通ってて、めちゃくちゃ味を染みてる。うまい。豆板食ってても今だけど、これはご飯に合うんじゃねえかな。これたまらん。これはちょっと練習後でチェーズ。いただきます。いただきます。やわらかっ。めっちゃ楽ね。おいしい。あえてチンでつまみにもなるし、おかずにもなるじゃないですか。しかもコストパフォーマンスがいい。胸肉安いし、もやしも安いし、調味料も特別なもの使ってないから。こういうのがいっぱいあるのがこの至高のレンジ飯。一応宣伝しとこうと思って。無理に買ってくるとは言わないけど、売れないよりか売れた方がいい。これに入ってるレンジ飯は YouTube でやりません。レンジ飯はあんまり跳ねないからYouTube 上でね。あのちょっと手間かかったものの方が YouTube 映えるんですよ。これの半分は未公開で撮ってる。これめちゃくちゃうまいから、皆さんもぜひやってみてください。じゃあもう本当に俺はもうレンチンで終わり。はい、レンチンで